この一球は惜しかったというか自分の中で。お疲れ様です、まあ、ちょっと後半戦に向けてというところで、まあ、ちょっとおととしないですね、まあ、聞こえてましたけどまあ打席は打席で集中してました。もちろん1回目と比べたらその緊張感というか、まあ、そういうのはもちろんなかったですけど、何回来ても新鮮ですし、まあ、いい経験だなと思って、昨日も今日も楽しめました。どんどん振っていきたいなとは思ってたので、まあ、どっちも 3-2 になって、まあ、多少ボールでもいきたいなっていう気持ちで、立ってました。まあ、今日に限らずですよ、まあ、ベッツ選手はすごいなというか、まあ、ライト守ったりショート守ったりセカンド守ったり、そういうなんていうんですかね、高いレベルでオールラウンドにこなす選手というのはいないと思うので、見ててすごいなとは思います。